S4 は、ドイツの自動車メーカーであるアウディが製造する、100、または、A4 をベースとする、ハイパフォーマンス使用者である。専用グリルや、スポーツサスペンションを装着し、スポーツ性を強調している。A4 と比較すると乗り心地では劣るが、運動性に優れる。セダンのほかステーションワゴン仕様のアバントも用意されている。シリーズ中唯一アウディ100をもとに、 1992年に発表された。セダンとステーションワゴンに縦置き2.2リットル自家 5DOHC ターボ、または4.2リットル V8DOHC がクワトロシステムに組み合わされ搭載されていた。2代目はアウディエ4をもとに1997年に発表された。先代と同様にセダンとステーションワゴンの2種が設定されていたがエンジンは 縦置き2.7リットル V6DOHC ツインターボのみとなった。アウディエ4のモデルチェンジに伴い2002年に発表された。セダンとステーションワゴンの高ぶりオレも設定され、エンジンは縦置き4.2リットル V8DOHC のみとなった。アウディエ4のモデルチェンジに伴い2005年に発表された。仙台同様にセダン、ステーションワゴンと カブリオレが設定され、エンジンも縦置き4.2リットル V8DOHC のみであった。アウディエ4のモデルチェンジに伴い2008年に発表された。セダンとステーションワゴンが設定され、エンジンは縦置き3.0リットル V6DOHC 直噴スーパーチャージャーとなった。トランスミッションは7速エストロニックで、ステアリングパドルが標準装備される。 駆動方式は前述のように、リアスポーツディファレンシャルを含めた、クアトロシステムで、コーナリング時に左右後輪へのトルク配分を自在に変更して回答性を高めている。同社で発売されたものの中で最初にこのシステムを搭載したのが S4 である。サスペンションはフロントが5リンク式、リアがトラペゾイダル式で、S モデルらしい固めの足回りではあるものの、 極めて高い設置性を実現している。またフロントサスペンションにアルミパーツを多用することで軽量化にも寄与している。日本での価格はセダン型が791万円、アバント型が809万円である。2016年にアウディは A4 のモデルチェンジに伴い S4 を発表した。エンジンはターボ付き3リッター V 型6気筒直噴ユニットに更新された。 このエンジンは、吸気バルブはや閉じによる、ミラーサイクルが採用されており、高い出力と燃費効率の向上を実現している。トランスミッションは、ZF 車製トルクコンバータ式発足ティプトロニックが採用されている。時速 55km 以上で走行中、アクセルをオフにすると、クラッチを解放する、コースティングモードを搭載する。 駆動方式は四輪駆動方式を採用している。前後の基本トルク配分は40、60となり、走行状況や路面状態により、最大でフロントに70%、リアに85%のトルク配分が可能となっている。後輪の左右で分配する、トルク量を変更する、リアスポーツディファレンシャルはオプション扱いとなる。ペンションは、 フロント、リアともに5リンク式が採用されている。単造アルミや高張力鋼板により、軽量化が図られている。安全装備としては、自動緊急ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシスト、トラフィックジャムアシスト等を装備している。セダンとアバントが設定されており、レーン時速 100km 加速は、セダンが4.7秒、アバントが4.9秒となっている。 ありがとうございます。